最後の一人は誰にするか。やっぱり持ってない推しがいいよね。悩むなぁ。星4を1枚も持ってないやつとでもいいけど、やっぱり神コンフェスの水木だね。よし、選び終わったから引くぞ。手はしないよ。なんだ？引けないってどういうことだよ。なぜならあなたは今、このガチャを引けないのに選ぶという、妄想にはまり込んでいたからだよ。そろそろ現実に戻って水木ガチャを引こうね。チェックメイト。最近行かれた茶番が多すぎない？面白いからオッケーでしょ。そんなもんなのかしら。それに推しのガチャに情緒不安定になるのもわかるよ。私にはわからない感覚だわ。あら、初登場は水木バナーだし、メイコは出てくると思ってたのだけど。ほんとがいないね。でもあのメイコちゃんがお誕生日のお祝いって、あんまり想像ができないな。あんたメイコのことなんだと思ってんのよ。あまり絡まずに見守ってる人？まあ確かに間違ってはないんだけど。なんかロードが長くない？ただの速度制限でしょ。今 Wi-Fi 切れてるみたいだし。そういえばサナエちゃんに、奇跡起こしてもらうって言ってたけどどうなったの？ああ、一応神社で念じてはいるらしいわよ。それだけでも嬉しいね。白い画面が長いわね。速度制限って怖いね。嘘だ！まだ昇格あるから、ショックなのかなかなか進まないわね。その気持ちはわかるよ。なんじゃこれ！サナエ、ちょっと、怒るのはまだ早いって。そうよ、まだ10連目じゃない。そうだよ、国で出せればもう満杯だよ。もしも出せなかったら。ちょっとね、世間は許してくれやんせんよ。そんな世間どこにもないわよ。これはサナエちゃんを襲っちゃうかもね。その時は全力で止めないと。ショックで顔が、やばいわね。何やってんだー。サナエ、てめえだけは許さーい。待ちなさい、やめなさい。スミお姉ちゃんもいなくなっちゃった。サナエの無事を祈るばかりだわ。それじゃあ今回は終わりね。チャンネル登録よろしくね。それじゃあ次回も、ゆっくりしていってね。